藤本美貴夫、庄司智春の愛妻家エピソード、絶対言わない、聞いたことない、言葉に鈴木絵里、素敵。タレントの藤本美貴、38、が3日深夜放送の、あざとくて何が悪いの、木曜深夜0:45にゲスト出演。夫でお笑いコンビ、品川庄司の庄司智春、47、が絶対に言わない言葉を明かした。MC で元キュートの歌手、鈴木愛理の、テレビなどを見ていた時に交際相手に、あの子すごく可愛いね、と言った際の相手の反応が気になるという話題から、藤本は、これうちは、庄司さんは完璧ですよ、と打ち明けた。絶対、女の人を、可愛い、って言わないもん、と断言すると、鈴木からは、ええ、と驚きの声。藤本は、タレントさん見ても、女優さん見ても、可愛い、って絶対言わない。一点の聞いたことない、と言い切った。だから私が宣伝カーのトラックで、この中だったら誰が一番可愛い、って聞いたとき、すごい10分ぐらい考えてましたもん、とも語ると、あれは結構辛かった、って言ってましたもん、と続けた。藤本思いの庄司の行動に、鈴木が、素敵、辛いエピソードが、と感激すると、藤本は、だから聞いちゃいけないんだよ、とアドバイスした。